はい、まーちゃん。This is おじいちゃん。前回からできるだけ、まーちゃん、中学2年生のまーちゃんに話しかけるように、話したいと思っておりますけれども、前回のを聞き直したら、今までとあまり変わってないんで、ちょっとがっかりしましたけれども、今日はまーちゃんを意識して、話したいと思います。中学2年生になって、英語も少しは、難しくなってきたんじゃないですか？おじいちゃんが昔を思い出すと、そういうことが思い出されます。中学2年生になると、だんだん英語も難しくなって、いろんな文法も出てくると思いますけれども、今日は、そういう、受験用の文法も必要なんだけれども、英会話では、おじいちゃんの体験では、あまり気にしないでいいということをお話ししたいと思います。よく話しておる、いるように、おじいちゃんが25歳何ヶ月、11ヶ月、10ヶ月か、10、違うか。25歳と、6、7、8、9、4ヶ月。まあ、25歳半ぐらいの時にアメリカに行きまして、1年ぐらい、ホームステイしたわけですけれど、そこに、ペンパルとだいぶ年の離れた小学生がいました。その小学校4年生の女の子は、その3単元の S が言えないんですね。会話で He don't ということをよく言ってました。それで家族の人はみんな寄ってたかってですね、ヒドンと言った瞬間に、ダサンということで、注意してました。大体それが半年ぐらい続いてですね。それでその子のヒドンとも直って、ヒダズンというように3単元の S をつけるように、なったと記憶しております。でもその後、そのテレビや映画や、帰ってきてからも、いろいろ見てると、アメリカ人でも英文法というのは、he don't という人が非常に多いし、その3単元の S だけではなくって、その、何ですか、文法通り喋ってないなということが非常に多いです。で、最近おじいちゃんは、映画の寅さん、これを、見ております。なんで見ているかというと、その字幕が、アメリカ人が翻訳してる。その翻訳の中にですね、もちろん今の文法、これは文法的におかしいんじゃないかというのがあります。例えば、while sipping tea、その後の文章が it があるんですね。主語が it。おじいちゃんのその頭にある文法では、while sipping tea、この十分と後に出てくる、主文、この主語が同じであれば、十分の方の主語は省略できる。こういうふうに、覚えていたんですけれども、そうじゃなかったんですね。while sipping tea ですね。sipping というのは私か、あるいは we sipping tea。その後に主語が it が来たんですね。だから、あれ？おかしいじゃないかと。おじいちゃんはそういうふうに思ったわけですけれども。これは、一つの例ですけれども、今日、主に話したいのは、英会話では、やっぱり誰が、どこで、いつ、何を、どうしてと、この 5W1H というのが、一番重要じゃないかと、会話ではね、思ってるんですけれども、その 5W1H を使った、その省略した
形式が非常に多く出てくるんです。もちろん画面に追いつこうということで、このアメリカの方はそういうふうに省略しているということもありますけれども、まあ、実際に現地にアメリカなんかでは、やっぱりスピードが非常に重要視されますね。で、特に日本人は、おじいちゃんなんかは、頭で文法を考えすぎて、スピードに追いついていけないということを体験しました。で、特にこういう、W1H に関する省略文を見ると、非常に関心というか、まあ、あ、これは使えるなぁと。こういうのを使わなきゃいけないなというふうに思うわけですけど。まあ、おじいちゃんでもよく使う、W1H の中では、What for? とかいうのはよく使いますけど。今回、まあ、立て続けによく出てきたのは、What if? ですね。What if? What if it's rain? なんとかなんとか。まあ、あなたはどうするのというふうなと。What if it's rain? What if it's cloudy?これが出てきたんですね。What if? この What if it's rain? なんとかなとか。What if it's rain? あ、ごめんなさい。What if it's rain? って言うと It is rain. 雨の時はどうする？あ、いいんだ。あ、これは省略されてないですね。まあ、ごめんなさい。ちょっと間違えましたけれども。その他に、たくさんあったんですけれど、ちょっと忘れてしまいました。次回にでも、W1H の、いわゆる疑問詞を使った時の、省略、これについてもっと詳しく調べておきます。今日はちょっと勘違いしておきました。What if it's rain? というのは、主語同士ありました。次回に回します。